ちょい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 。膝から膝に移動します。11月24日膝の真実バージョンアップするといいみたいですよ。11月の24日真実どう過ごしたらいいかアドバイスを宇宙のカードとロータスカード聞いてみたいと思います。白黒猫ちゃん11月24日真実白猫ちゃん、選んでください。で、オープンします。白黒ちゃん。お、ポータルですね。歩き始める感じですか。歩き始める感じですか。読めないんですよね。伏せたに冗談。ポータル。ドアが開くってなってますね。扉を開ける感じですか。扉が開かれます。あなたが決めてください。アクアレルワイルドカード。今扉があなたのために開かれています。宇宙からのゴーサインが絶好のタイミングです。いやいいですね。いや完全にスタートラインで Я рота скотуса. Ничего.
肉29、日本語が難しくてちょっと読めないんですけど、あ、書いてある。伏せた人困惑状態。他人より自分に意識を向けるとき、人に対する自分の反応は自分の内面を如実に映し出しています。深いですね。このメッセージを引いたあなたは今多くの人の意見を噂が耳に入るいるのかもしれません。他者のことについてつい話をしたくなる人は他者ではなく自分自身が視野を向けましょう。自分に集中し内面を整えるってことですね。な感じです。自らを内省し自分の問題を他者に投げることを戒めています。あら、なるほど。自分の五感を大切にしましょうって書いてあります。では、三毛猫ちゃんオープンします。じゃん。お、スターキーパーですって。つながってます。あ、かわいい。なんか真に対念けとこ安の、なんかラッキーセブン、ほっこりしますね。なんかほっこりする。二人とも。スターキーパー、コスミックアンセス。英語にも日本語にも弱い。思っちゃいますね。宇宙の祖先、グラウンディングで光を出ます。自分なりの方法で光を照らすために地球にやってきました。あなたの光を照らすためにどっかの場所に行くことになるかもしれません。あなたが地球に来たのは2つの使命を果たすためです。個人の魂を成長すること、大きな集団の一員としてこの地球のバイブレーションを高めることです。光を照らす人になるってこと。スターですね。スター。スターキーパー。7番。でもなんか、すごいかっこいい。こちら。ボケの子ちゃん、縁起物ですか。にゃにゃば。にゃにゃば。何て書いてるかな。死に対念として心く安穏なることを得たり、体の感覚にアンテナを向ける。疲れたら寝る。
お腹が空いた食べる、体と仲良くなることで日々の暮らしが整います。頭を使うよりも体を動かしましょう。体を大切にする時間が今は一番必要です。疲れてるんですかね。心の動揺は心臓の鼓動や汗、冷や汗と体の状態に現れます。表面的に取り繕っても体の反応が正直です。確かに体調悪い時ってあれなんですよね。休めって言われてるってこと、ね、ちょっと のんびりした方がいいと思います。心と体が連動していることにより体の心地よさが至福感につながるなど、体のおかげで得られる幸せもあるのです。なるほど、のんびりしてください。自分を癒したけど、でもスターキーパーだからね。では私はこの白猫ちゃんを選びました。お、トラストザタイミングです。Trust the way you coming on って書いてある。 Time is not running out。 いやいや、いいじゃないですか。お、説得したい方、そのままに、ね、タイミングを信頼する。人生の波にうなで時間はまだあります。心配ばかりしているのはそれこそ時間の無駄です。天の呼びかけに応えるのに遅すぎることはありません。あなたは年を取りすぎていることもありません。確かに、あなたの人生の潮の流れは宇宙と見事に調和しています。間違ったタイミングで波に乗らないでください、ね、タイミングがあるってことですね。焦らなくて大丈夫だし、遅く見ることもない。人それぞれタイミングっていうのが、ね、あるから、いいんですよ。自分のペースで生きたら。これなんかすごい気になる。3番、ジャンゴータスカードさんなんて言ってるかな。3番、オーゼル死体の方を解いて、苦しいはどうにかしなければいけない非常事態ではありません。いざ何かが起きた時に過剰過敏に反応
して騒ぎ立てなければ苦しさの奥に静けさがある。気づくでしょ。あ、静けさってここはね、苦しみや眺めれるためにどうしたらいいだろうとついも書いてしまうものですけれど、溺れそうになった時に必死にもがくよりも体の力を抜いて流れに身を任せた方が得策なように、苦しみは戦うよりも受け入れた方が賢明です。受け入れるということは諦めるという、諦めるとは明らかにすること、起きている出来事をありのままに見るということです。苦しい時に現実から目を背けない。タイミングってこと、流れに身を任せて、したいの方をたいといて、したい、したいと、したいの方は具体、実体、滅体、動体、たいとは明らかにする、何かを明らかにする、そのタイミングは多分本人が一番分かってる。こんな感じです。11月24日手座の新月、バージョンアップするといいって言われてる、ぜひ自分にバージョンアップかけてみてください。